マレー市場中八条小島八条小島八条、小島の市八条、小島のマレー市場中症とは、伊豆諸島南部の八条小島に、かつて存在したリンパ系フィラリア症を原因とする、フード病である。このフード病は、古くより八条小島及び隣接する八条島では、バクと呼ばれ、島民たちの間で恐れられていた。本疾患の原因は、フィラリアの一種である。 マレー市場虫ブルージアマライ ICD-10 によるものであり、八条小島は日本で唯一のマレー市場中傷の流行地であった。フィラリアは犬の心臓に寄生する犬史上虫ダイロフィレリアイミティスから犬の病気としても知られている。しかし、かつての日本国内では人が発症するフィラリア症の一つ、バンクロフト市場虫ウーシャレリアベンクロフティ、 ICD-10 による流行地が北は青森県から南は沖縄県に至る広範囲に散在していた。特に九州南部から奄美沖縄へかけての南西諸島一帯は世界有数のフィラリア症流行地として世界の医学界で知られていた。日本におけるフィラリア症の暴圧克服へ向けた本格的な研究は 1948年から始まった東京大学附属伝染病研究所の佐々学による八条小島でのフィールドワークと、それに続く同等での苦中薬スパトニンを用いた臨床試験が短所である。この八条小島で得られた一連の知見データや経験は、後に続く愛媛県佐田半島、長崎県、鹿児島県、奄美、沖縄県各所での集団治療を経て、 最終的に日本国内でのフィラリア症根絶へ向かう契機となる日本の公衆衛生史上重要な意義を持つものであった。そして1977年に沖縄県の宮古諸島及び八重山諸島で治療が行われた患者を最後に人に感染するフィラリア症の日本国内での発生事例は確認されなくなった。1988年の沖縄県。 都保健所における根絶宣言により、日本は世界で初めてフィラリア症を根絶した国となった。人に寄生して発症するフィラリア症は、フィラリア虫の種類ごと、世界各地に8種あると言われ、そのうち日本国内のフィラリア症は、バンクロフト市場虫によるものがほとんどであった。しかし、8条、小島のフィラリア症は、バンクロフト市場中ではなく、 東南アジアを中心とする地域で流行するマレー市場虫によるものであり、これは日本国内では唯一の流行地であった。本記事では、かつて八丈小島でバックと呼ばれて恐れられていたマレー、市場中傷とその暴圧の経緯について解説する。八丈小島と八丈島の位置関係八丈小島八丈島八丈島より遠防した八丈小島八丈 小島の空中写真。島の北西部に鳥内村、南東部に宇月村があった。2013年5月9日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。八丈小島は、伊豆諸島南部の八丈島の西北西約 7.5km、東京の南約 287km の海上に位置する。 安山岩で構成された火山島で面積3 0 7トル、周囲 8.7km、最高標高点 616.6m の太平山がそびえる塩水場の当初である。島の海岸線は海色崖で囲まれ、平坦地はほとんどない急峻な地形であるが、かつて八条小島は人々が居住する友人島であり二つの村が存在していた。 八丈島から直接眺められる八丈小島南東側の宇月村と八丈小島の北西側に位置するために八丈島からは直接見ることのできない鳥打ち村である。かつて八丈小島には、幕と呼ばれる風土病があり、島の人々を長年にわたり苦しめ続けていた。隣接する八丈島の人々は、この病気を小島の幕と呼んで恐れ。 八丈島の漁師や馬は、小島近くの海域で、漁は行っても、病気を恐れて小島へは上陸しなかったという。八丈五島に伝わる民謡に次のような一節がある。カブラとは、大株のことで、明治初期には、島の中央にそびえる太平山の山頂付近で、栽培されていたという。幕山の幕とは、幕病のことであり、明治期には、 爆という呼び名のフード病が存在することが一部の医療関係者の間で知られ始めていた。八条、小島の島民の多くは重大なカバまでに熱発策を出すと言われており、突然何の前触れもなく、寒気と戦慄に襲われ、震えを起こして高熱が出る。爆だけが直接の原因となって死に至ることはなかった。ものの、爆にかかった島民は、様々な症状に苦しめられた。 バクは、寒気や発熱に始まることが、多く、おおよそ次のようなものであった。その多くが畑仕事をしている時に発症し、周囲の人々に、バクが来たぞと、大声で知らせながら急いで家に戻り、布団に潜り込んで高熱と震えが収まるまで、やり過ごしたという。熱発策は数日で自然に収まり畑仕事に、戻るが、そのうちに、また激しい熱発策が起きる。 この2回目以降の熱発作症状を八条小島では、見つれると呼び、ひどい場合には、1ヶ月の間に何度も見つれる熱発作を繰り返す、ため、仕事や日常生活に支障を起きたす。このような状態を、年単位で繰り返していると、やがて足のリンパ節が腫れ始める。腫れた部位は、リンパ機能が低下することから、傷が治りにくくなり、小さなトゲが刺さるなど、 ほんのわずかの外傷による刺激で熱発作や旋律を何度も起こし、中には人事不正に陥るケースもあったという。数年が経過して、リンパ節の痛みや腫れが収まると、今度は足が徐々に太く腫れて、皮が厚くなり、幹部に強いかゆみが起きる。耐えがたいかゆみゆえに耐頭爪で書き続けるため、書いた部位の皮膚がさらに肥大してしまい、 また書いては太くなるという悪循環に陥る。近代医学によって原因が解明される以前の八条、小島の人々は病気の原因は島の水に毒があるからだと考えており、誰も知らない大昔から小島の人間は皆枠にかかってきたため、枠にかかるのは仕方のないことであり、治るはずがないと諦めていたという。八丈小島は1969年の 集団離島により無人島となったが、集団離島するまで電気や水道といった基本的なインフラは満足に整備されておらず、商店は一軒もなく、交番も設置されていなかった。また、八丈小島には、宇つ木村、鳥内村ともに係留施設が整備された港湾がなく、1ヶ月に数便しかない八丈島からの生活物資輸送も兼ねた。 定期船や漁船などの小型船の乗降は、下船時には、甲板から、船着き場の岩場へ直接飛び移って上陸し、乗船時には甲板へ飛び乗るといった方法であった。そのため、強風時や波が高い気象条件下では接岸できず、頻繁に欠航になり、旅客の往来だけでなく、八丈島からの生活物資の輸送や、郵便物の配達も数週間にわたって途絶えてしまう。 ことが多々あった。昭和30年代になって、島内の小中学校に自家発電機が整備され、八丈島との間で無線通信が行えるようになり、島民の生活基盤は徐々に改善されつつあった。それでも、一般家庭における電気、電話は1日の間に使用できる時間が限られるなど、1969年の集団離島時島でインフラは不完全のままであった。 また、うつき、鳥打ちの両村とも小中学校は設置されていたが、いずれも集団で当時まで医師のいない、無意村であった。八条、小島の島民にとって特に深刻であったのは、水不足の問題であった。うつき村では、海岸の断崖にある洞窟の天井から滴る水滴をおけなどで貯めて利用していたといい、水滴量が減少する当期には、朝から夕方まで貯めても、 わずか一生午後が溜まるに過ぎなかったという。一方の鳥内村にはごく小さな湧水が存在したものの、やはり人々の生活用水を確保するほどの湧水ではなかった。八丈小島は、保水性に乏しい火山性の地質かつ、急旬な地形であるため、河川は存在せず井戸水にも恵まれなかった。慢性的な水不足に加え簡易水道ですら、未整備であったため、 飲用水や生活用水を確保する手段はもっぱら、幸運に大きく左右される天水に頼っており、各家庭や、小中学校には簡素な貯水槽や亀桶などが設けられていたが、水量も不安定で、水質も決して良くはなかった。この島民にとって、生命線ともいえる天水を蓄える代償様々な天水桶の存在が、八条、小島の バクと呼ばれたマレー史上中傷流行の間接的要因であった。本記事では八条小島におけるマレー史上中傷の研究及び暴圧の経緯について記述する。まず、この節ではあらかじめ、人に発症するリンパ系フィラリア症についての概略を述べる。リンパ系フィラリア症の生活間リンパ系フィラリア症は、人のリンパ系各所に寄生虫である。 フィラリアムシが寄生することにより、様々な症状を引き起こす、寄生虫病の総称である。フィラリアムシは日本などの先進国では、犬の心臓に寄生する、寄生虫がよく知られているが、人や犬だけでなく、多種多様の脊椎動物ごとに寄生する、フィラリアムシが多数存在する。これらの中で人に寄生するタイプのフィラリアムシは、主に人のリンパ管やリンパ節などに寄生することから、 リンパ系フィラリアと呼んで、人以外のフィラリア症を特別している。臓皮病人がリンパ系フィラリア症に感染するメカニズムは、フィラリアの幼虫である、ミクロフィラリアを体内に宿す媒介者の役割を持つ、蚊が人を吸血する際、ミクロフィラリアが人間の体内に侵入することによって成立する。媒介する蚊の種類は、家家族、ヤブ家族、ハマダラ家族など様々である。 日本国内では赤いイカキューレックスティーピオンズパランズが主な媒介化であった。フィラリア虫の成虫は人のリンパ管内部に住みつき、6年とも8年とも、いわれる生存期間中、数百万匹ものミクルフィラリアを宿主の体内で産み、そのミクルフィラリアは人のリンパ系や血液中を循環する。媒介者の感染した主である人を吸血することにより、 ミクルフィラリアを含む血液を取り込む。取り込まれたミクルフィラリアは、蚊の体内で感染性を持つ幼虫に成長し、その蚊が再び人を吸血することによって感染力を持ったミクルフィラリアが人の体内へ侵入し、リンパ管へ移動して成虫になることで、生活感が成立する。このようにリンパ系、フィラリア虫の生活感は、蚊が中間宿主であり、人が収縮主である。 人に発症するリンパ系フィラリア症の経過は、無症候期、急性期、慢性期があり、感染初期の罹患者は、自覚症状がなく感染していることに気づかないことが多い。ただし、無症状であってもすでに罹患者は、リンパ系組織各所や腎臓に障害を起こしており、人体の免疫機能への影響が始まっている。また、体内にミクルフィラリアがいても無症状のまま一生。 自覚症状が出ない場合もある。無症候期から急性期に進行する場合、感染から1年程度経過した頃、突然何の前触れもなく、おかんや高熱などの熱発作と旋律を起こす。この最初の熱発作は数日間で収まるが、その後もおかんや発熱を伴う熱発作を長期間にわたり、何度も繰り返すことが多い。このようにフィラリア症と一口に言っても、 その症状は一様ではない。適切な治療を行わないまま、長期間放置すると体内のフィラリアムシが成長、増殖して慢性期に入る。こうなってしまうと成虫になったフィラリアムシが、リンパ管やリンパ節に居座り、リンパ液の流れを塞いでしまう。このようなリンパ液の閉塞による循環障害が引き金となり、リンパ系フィラリア症特有の様々な病状が現れる。 リンパ系フィラリア症の慢性期には次に挙げる特有の症状が知られている。臓皮病臓皮病はフィラリア症の病態としては最もよく知られている。主に獅子の肥大により足当てが太く変形し、臓の皮膚のように見えるためこの名前がある。臓皮病はフィラリア虫の成虫が太ももの付け根にあるリンパ管にトグロを巻いて居座ることが原因である。 リンパ管内のフィラリアムシが障害となって、リンパ液の流れを悪くするため、太ももより、下部のリンパ液が胴体の方へ戻りにくくなり、足に溜まったリンパ液により、リンパ浮腫が目立つようになることから、やがて多発した浮腫が固定化されてしまう。初期の浮腫は、かゆみが強いため爪などでかくが、汚い爪でかくと様々な細菌が入り、菌がリンパ液を倍値として炎症を起こす。 その結果、かゆみは、さらに激しくなり、何度もかき続けるため、同じ場所の炎症を何度も繰り返し、ついには、皮下組織が厚くなり毛が抜けてしまう。度重なる炎症と負腫によって、足の肥大、皮膚のただれ、変色を起こし、まるでゾウの足のようになる。ゾウ肥病は日本では、古くから知られている。平安末期もしくは、鎌倉初期に作られたと考えられる山井ゾウという、 様々な病気を描いた絵巻物の中の一つ二重に、タムをまとった貴族と思われる若い女性が描かれている絵がある。この女性は上半身と下半身をあらわにし、両足が黒く変色して皮膚がただれているように見える。付き添う二名の女官が心配そうな表情で見つめる様子が描かれており、これは今日でいう臓皮病ではないかと考えられている。陰嚢水腫乳房肥大 カツシカ北斎北斎漫画12編より、大脳の一部陰脳水種、乳房肥大は、いずれも臓皮病と同様に、フィラリアの成虫による、リンパ管の閉塞が原因である。陰脳水種の場合は、陰脳周辺のリンパ管に、フィラリア虫が定着することで、リンパ液が溜まった陰脳が大きくなる。乳房肥大も、フィラリア虫による、胸部リンパ管の閉塞で、ブ差が大きくなる。 陰謀水種は驚くほど大きくなるケースがあり、日本国内ではよく知られた例として、江戸後期の著名な浮世絵師、葛飾北斎による陰謀水種の絵がある。北斎は1812年、東海道の三島塾でもっこに包まれた荷物を天秤棒のようなもので担いでいる二人の男を見かけるが、よく見ると荷物だと思ったものが、片方の男の巨大な陰謀であることに驚き、 その場で矢立を取り出して描いたという。その絵は、北斎漫画12編の中で、大脳の台で描かれている。これは19世紀初頭の日本に、陰脳水種、つまりリンパ系フィラリア症が存在した記録として、日本国外でも知られている。また、西郷隆盛が陰脳水種であったこともよく知られており、1872年に、明治天皇が鶴丸城へ行行行した際、 陰脳水手であった西郷は馬に乗ることができず徒歩で行列に従ったという話や西南戦争で自決した西郷の首のない遺体を西郷本人であると特定させたのが陰脳水手であったという。乳尾尿フィラリア性尿管炎患者の乳尾尿乳尾尿は尿が粗のように白く濁る症状であり、胸管にフィラリアがトグロを巻くことが原因で起きる。胸管とは リンパ液を血管に集めるリンパ管の本管であり、小腸で吸収された脂肪分を集めて首の上脈へ送る通路にもなっている。乳尾とは脂肪分が消化され、小腸から吸収されたリンパ液のことであるが、胸管にフィラリアがいついて閉塞すると脂肪分を含んだリンパ液である乳尾は体の上部へ行くことができなくなり、そのまま腎臓へ運ばれて尿を白く濁らせる。 軽症の場合は薄く濁る程度であるが、重症になると、腎臓の出血を伴う乳微血尿や尿がゼリー状に固くなり、最悪の場合尿閉を起こす。以上が、リンパ系フィラリア症の慢性期における主な症状であるが、他にも、リンパ管流、リンパ肝炎、リンパ腺炎といった様々なリンパ系炎症反応を起こす。フィラリア虫には非常に多くの種類があるが、 人に感染するフィラリア症の原因となるフィラリア虫はリンパ系疾患以外のものを含めると世界に8種ほどあると言われている。それらの中でリンパ系フィラリア症を引き起こすものは下記に挙げる3種のリンパ系史上虫によるものがほとんどである。バンクロフト史上虫バンクロフト史上虫ウシェレリア、ベンクロフティオとエドワード・アッシャー・ジョセフ・バンクロフト・マンソンが描いたカノ。 頭部と鼻腔内に見つけたミクロフィラリアのスケッチバンクロフト市場虫ウルシェレリア、ベンクロフティはバンクロフト市場中症の病原体となる寄生虫であり、世界中のリンパ系フィラリア症の90%以上が本虫によるものである。1863年、フランス人医師のデマルクアイがパリにおいて陰脳水種のハバナ人の水夫の血液と陰脳に溜まった水を 顕微鏡で調べた際、その中に小さな細長い糸状の虫体を見出した。この市ム虫の幼虫が世界で最初に確認されたフィラリア虫である。フィラリアという名前は、この虫を発見したデマルクワインが細くて糸状のものを表すフランス語のフィラヤアから、この虫をミクロフィラリアと記述したことが、この寄生虫の名前と病名の由来である。 3年後の1866年に、ブラジルの医師夫エドワード・ワッシャーが、ブラジルの大西洋沿岸に面した港町バイヤで、患者の白い尿からミクロフィラリアを見つけ、さらに1872年には、インドのカルカッタで、イギリス人医師のルイスが、患者の血液からミクロフィラリアを発見した。これらの研究により、臓皮病や陰脳水腫の患者は、 ミクロフィラリアを持つという共通点が分かり始めた。1800年代後半当時、中国南部のアモイで、マラリアの研究をしていたスコットランド出身のパトリック・マンソンは、マラリア媒介実験で使用した蚊が溺れて沈んだ、水の中から偶然、ミクロフィラリアを発見したことで、フィラリアに興味を持ち、口述するミクロフィラリアの夜間定期出現性のクターナル、 キリアディシティを1879年に発見する。その後、研究者たちはフィラリアを人に感染させる媒介者は、おそらく蚊であろうと考え、様々な検証を重ねたが、しばらくの間は、確証を得られないままであった。フィラリアが蚊によって媒介されることを証明したのは、オーストラリアの寄生虫学者、ジョセフ・バンクロフトである。バンクロフトは、 当時の世界中で確認されていた1600種の蚊の中から赤いエカの一種がミクロフィラリアの主要媒介化であることを実証し突き止めた。バンクロフトはミクロフィラリアの形態も詳しく観察し、色は乳白色で糸のように細長く滑らかに湾曲し、頭部がやや被害していることや性別がありオスよりメスの方が大きいなど、 ミクロフィラリアの形態を顕微鏡の倍率を上げ可能な限り詳細にスケッチした。こうしてミクロフィラリア、すなわちフィラリア症は顔媒介者として人に感染する寄生虫病であることが解明された。バンクルフト市常務市の学名であるウシェレリア、ベンクロフティは以上の経緯から夫エドワード・アッシャーを EHU シャーと ジョセフ・バンクロフト・ヨゼフ・バンクロフトの両名にちなんで命名された。マレー市場中マレー市場虫ブルージアマライはバンクロフト市場虫以外のリンパ系フィラリア症の残りのほとんどを占めている。1927年、マレー半島やスマトラ島でミクロフィラリアを研究していたオランダ軍組のリヒテンシュタイン・リキテンスタインは採取したいくつかのミクロフィラリアが バンクロフト市場中と、形態的に異なることに気づいた。それは、バンクロフト市場中と比べると小さく、虫からがは何箇所も細かく湾曲していた。この報告を受けた、同じオランダ人寄生中学者のブルフ・ステファン・ランベール、ブルーグは、論文に、新種記載し、マレー種の糸状虫ブルージア・マライと命名し、報告した。マレー市場中小の大きな特徴は、 バンクロフト市場中傷で見られる陰脳水種や乳微尿を起こす患者が認められないことである。また、リンパ浮腫や臓皮病が起こる部位も硬い部のみのケースがほとんどである。このようなバンクロフト市場中傷との際の理由は解明されていないが、成虫の寄生するリンパ系の部位が異なるためだと考えられている。チモール市場中チモール市場虫ブルージアチモリは1960年代に なって報告され始めた。1960年代の中頃、チモール島の住民の血液中に、マレー史ムシに似るものの、細かな部分が異なるミクロフィラリアが存在することが報告され、チモール型フィラリア・ティモールフィラーアシスと呼ばれるようになったが、成虫の同定は1977年になるまで行われなかった。チモール史ムシは、世界のリンパ系。 フィラリアム氏全体から見ればごくわずかであり、チモール島を含むインドネシアの小スンダレ島以外では確認されていない。エルビン・フォンベルツ日本で初めてフィラリアム氏が確認されたのは1876年のことで、親とい外国人として東京医学校に招かれたドイツ人内科医のエルビン・フォンベルツが来日したその年に日本人患者の血液中から、 ミクルフィラリアを発見したのが最初である。ただし、1876年の時点でのフィラリアに関する知見は、前述したように研究の途上であり、八丈小島で最初に調査が始まった、明治後期から大正初期の頃は、ミクルフィラリアと臓皮病との関連性について、日本国内の医学界での見解は完全には定まっておらず、1927年に、 新種記載されたマレー史ム虫に至っては、その存在すら知られていなかった。なお、八条、小島以外の伊豆諸島にもかつてフィラリア省は存在しており、少数ながら、新島、八条島、青ヶ島には、バンクロフト史ム虫が存在した。中浜東一郎による八条、小島初調査最初のバック研究者、中浜東一郎名人新後の日本では、 風土病と考えられる地域特有の疾患が日本各地で多数確認され始めており、新しい西洋医学を学んだ多くの研究者や医師らにより調査や研究が行われ始めていた時期であった。八条、小島の、バクも、それらの一つとして一部の医療関係者の間で知られ、始めていた。しかし、八丈島に隣接する小島に古くより、バクと呼ばれる奇病があり、 島民の多くが発症するという話が人づてに伝わるだけであった。八丈小島は鳥も通わぬと言われた絶海の孤島八丈島のさらに続投という地理的条件もあり、日本国内各所に散在する他の風土病流行地のように現地調査に赴くことが交通事情の悪い当時は困難であった。バクと呼ばれたこの風土病について、 近代医学的観点による現地調査が初めて行われたのは1896年2月のことで調査を行ったのは当時の内務省衛生局の中浜東一郎である。中浜東一郎のジップは幕末の1841年に土佐から寮に出かけて遭難し漂流中にアメリカの捕鯨船に救出されて渡米して近代科学を学び日本へ帰国した後に 日米和新条約の締結に関わったジョン万次郎である。中浜東一郎はジョン万次郎の長男として1857年に江戸で生まれ、1881年に東京大学医学部を卒業すると福島、岡山、金沢の各医学校の教授を務めた。当時の日本では公衆衛生に関する知識が求められており、中浜は1885年、 内務省の命令により、衛生学研究のため、ドイツへ留学し、日本帰国後は、内務省衛生局の技師を務めた。1896年4月に、内務省を退官後、東京衛生試験所所長、初代東京市医師会長などを歴任した。中浜が、幕の調査のため八丈小島を訪れたのは、内務省技師を退官する2ヶ月前の1896年2月で、 中浜と共に調査に同行したのは、内務将棋手の上村孝明、東京府庁より派遣された、塩田小美の計3名であった。一行は、同年2月5日に、横浜港を出港し、丸3日をかけて、八丈島の港へ到着したものの、目的地である八丈小島に着岸可能な小型船は、風や波に影響を受けやすく、折しも2月は、 冬期の季節風の吹き荒れる時期であり、強風が何日も続き出航できずに、八丈島で足止めを余儀なくされた。天候がやや安定して八丈小島へ渡れたのは、八丈島到着から10日も経過した2月18日であった。島へ向かう都線から見た八丈小島宇都木地区と鳥内地区の間の断崖中浜らは、波が穏やかになった間をついて、 八丈島からの海上距離が近い八丈小島の宇月村の岩場に上陸すると、早速道村での調査を開始し、その後、宿泊予定である島の反対側の鳥内村へ、歩いて移動した。島の向こうへ行く、この道は、断崖絶壁に設けられた、強愛な悪路であり、足を踏み外すと海面へ落下してしまう、危険な道であったという。中浜はこの悪路の道中で、 バクと呼ばれる病態を初めて目にした。八丈五島を含む伊豆諸島では荷物を頭上に乗せて運ぶ習慣があり、これは主に女性の仕事であった。鳥内村までの険しい工事を数名の女性が頭に重そうな荷物を乗せているのにもかかわらず、平地と同じように平然と歩いていた。そして、彼女たちの家体部の皮膚は著しく肥大した、いわゆる臓皮病と呼ばれるものであり、 これが島でバクと呼ばれる病態の一つであることを中浜は確認する。鳥内村で宿泊した翌日の2月19日に道村でバクの調査が行われた。しかしそもそも当時、東京から遠く離れた小さな島へ内務将棋士の職に就く医師が訪れるようなことは医者のいない離島に暮らす人々にとって願ってもないことであった。中浜ら3名は 診察を願う島民の要望に応え、爆病に限らず、一般患者の診察及び持参した薬品の投与を行った。島民から聞くところによると、この島で過去に行われた医療行為は、首都と思われるものを明治5年と明治20年に1回ずつ施されただけだという。当時、八丈島と横浜を結ぶ定期船は2ヶ月に1便しかなかった。再度天候が荒れ。 八丈島に戻れなくなると、横浜へ戻る、定期船に乗り遅れる恐れがある。そのためやっとの思いで渡った八丈小島であったが、急いで調査を終えなければならなかった。鳥内村での調査や診察を終えた中村ら3名は、風雨の中を前日の悪路を打つ村へ戻り急いで乗船し無事に八丈島へ戻ったが、翌日から八丈付近の海域は、強風が吹き続け、 八丈小島への渡線は、その後数日間にわたって途絶えたという。21日以降は八丈本島での調査を行い、数例の増肥病を確認したが、これは後年版クロフト市場虫によるものと判明している。中村ら3名が横浜へ到着したのは3月8日で、結局は1ヶ月をかけて八丈小島と八丈島の調査を行ったことになる。 中浜の爆病取り調べ報告会場より見た、うつき地区頭に水桶を乗せて運ぶ、鳥内地区の女性中浜は八条小島と八条島での調査内容を同年発行の東京一新市954号に八条島族東小島における爆病取り調べ報告として報告した。これにより八条小島の爆と呼ばれる風土病が日本の医学界に知られることになった。 中浜の報告によれば、調査時点の8条、小島の個数及び人口は、うつき村が28個、人口150名、鳥内村が個数41個、人口270名、8条、小島全体では、個数69個、人口420名であった。中浜が島民から聞き取った話によれば、障害中に爆をわずらわない島民は、ほとんどいないという。 症状が軽いまま一生を過ごすものも、ある一方、過大に重度の肥大を残す重症者も少なからずおり、調査の時点で重症者は75名、そのうち女性が57名であった。最初の発症は、年少の7、8歳から12、13歳の間で、高齢になってから初めて発症することは、ほぼないという。最初の症状は、 全身の旋律を伴う発作的な高熱とかしのリンパ腺の腫れから始まるが、この発作の期間や軽症重症の度合いは人によって異なる。発作は反復することが多く、回数もまちまちで、数年に1回のものもあれば、一月の間に数回起こすものもいる。幹部へのほんのわずかな外傷で発作を起こすことがわかっていて、発作を起こす時期は春と秋に多い。 発作を何度も繰り返すと、患部の皮膚のむくみが残り、ついには被害してしまう。ただし、発作のない通常時は、足が危険を停しているだけで、日常生活に支障はなく、また、この病気によって創生することはないため、患者の中には、高齢者も多いことなどが分かった。これらのことから、中浜は、バクの本体は、いわゆる臓皮病であり、九州南部などで太すね。 コエスネなどと呼ばれるものと同一であると結論した。これに基づきフィラリア症、あるいは一種のバチルス菌による感染の疑いがあったため、数名の患者の血液検査を深夜に行ったものの、原因は不明であったという。19世紀後半の当時は寄生中学に関する知見が十分でなかった時代であり、今回の8条、小島上陸調査は短期間活悪条件下での 実地調査であったため、本病の主な症状が増皮病であると確認されただけであった。しかし、中浜が観察して書き残した主題飛行するのは歌詞が最も多く、状態、上司とこれに次ぎ、陰謀にこれを生じる者は一名も認められなかったとする記録は後年重要な意味を持つことになった。兄弟と球代による八条。 小島調査京都大学衛生学教室の調査、松下定時中浜の調査により八条、小島のバックと呼ばれる病態は、下肢が太くなる臓皮病が主な症状であることが確認された。しかし、その原因については不明のままで、これを研究する医師や学者はその後しばらく現れなかった。中浜東一郎に続く新たな研究者が八条小島を訪れたのは、 15年後の1911年9月であった。調査を行ったのは、京都帝国大学衛生学教室に所属する、吉永福太郎と、調査彦志郎の2名である。当時、この兄弟の衛生学教室は、松下定治教授を中心として、日本の各所に散在していた、造皮病流高知の分布状況、及び疫学や原因に関する研究を行っており、吉岡、 調査の2名も、松下教授教室所属研究者の一員として、八丈島及び八丈小島の増皮病調査に赴いた。当時の日本の医学界では、増皮病の成因についていくつかの説があり、フィラリア史上無視によるものとする意見が多かった。その一方で、市場中感染が背景にあるとしても、皮膚が肥大する直接の原因は、 連鎖吸菌であるとする考え方や、それがさらに進んで、フィラリア史上中ではなく、連鎖吸菌のみに重点を置く研究者たちもいた。京大の松下教授はその旗頭であり、同教室の増皮病研究はいずれもそれを実証するためであった。吉永と調査も当然この説の支持者であり、八丈小事までの調査も連鎖吸菌感染説の検知で行われたことは否めないと、 後年、寄生中学者の森下薫は指摘している。吉永と調査は八条小島で12名の爆病患者の血液検査を昼間と夜間にそれぞれ行ったものの、一例もミクロフィラリアを認められなかったのに対し、単独様不死を起こしている21名中、14名の患部及び血液から純粋培養に近い状態で連鎖球菌を認めた。 よってこの菌が爆病単独様発作の病原菌であるのかを確かめるために、その菌を微量6名の患者の皮下に摂取した結果、自然に発生するものと同じ発作が起きた。次に、過温殺菌して毒性を弱めたものを76名の患者に予防摂取を行うと、発作の多い9月であったにもかかわらず、少なくとも8条、小島滞在中には、 発作は全く起きなかったという。これらの結果から吉永と調査は小島の爆患者に見られる連鎖球菌が単独様発作の原因であり、かつ日本の他地域で実証したものと同じであって、日本の増費病の大部分は連鎖球菌が原因であると言っても過言でないと結論づけている。日本国内の増費病は8条。 小島の症例も含め連鎖休菌が主原因でなく、リンパ系、フィラリアムによるリンパ系器官の閉塞が主な原因であることは今日では明らかであるが、原因論とは別に、吉永と調査が八条小島で得た臨床所見の中には注目すべき事実があった。それは、冬民中76名の患者の中で、起用歴の聞き取り、及び現段階において、 入微尿を患う者は一人もいなかった点であった。15年前に中浜東一郎が陰の水し患者は一人もいなかったとする所見と合わせ入微尿患者が一人もいない事実が確認された。九州大学第2内科の調査取内地区の民家取内地区の移行取内地区の移行九州帝国大学第2内科の持月大二と井上三郎の二人は 増費病の原因は連鎖吸菌であるとする吉永調査の結論に疑問を持った。も月と井上は一部の増費病患者にミクロフィラリアが見られないからといってフィラリア症を否定するのは想計でありもっと多数の患者を検査する必要があると考え吉永調査が調査を行った翌年の1912年9月上旬に八丈島と八丈小島を訪れた。 もちづきと井上による八条、小島の調査は主に鳥内村で行われたが、その調査結果は前年の吉永調査による結果と大きく異なっていた。もちづき、井上が行った血液検査の結果は鳥内村在住者のうち臓皮病を持つ32名のうち15名にミクロフィラリアを見つけ、さらに臓皮病を持たない56名のうち26名にも、 ミクロフィラリアを見つけた。この検査成績は、年齢、症状別に調べられており、それをまとめたものが次の表である。各欄の数字は、分子が、ミクロフィラリア陽性者数、分母が、検査数である。このように臓費病の症状の有無を問わず、鳥内村住民の血中ミクロフィラリア陽性率は4割以上の、効率であり、ミクロフィラリアは見出せなかったとする前年の吉永、 調査の調査結果と大きく異なっている。なお、見出したミクロフィラリア虫の種類については特に述べておらず、日本国内の他のフィラリア流行地と同様に、バンクロフト市場中とみなしたものと考えられている。もちきと井上は、この結果から、臓皮病の発生には、フィラリア市場虫の関与が必要であることを主張し、連鎖吸菌を主因とした、兄弟側の結論に異論を唱えた。 ただし、フィラリアムシの規制によって、リンパ系の訴えが起こることが増皮病の主要因では、あるものの、訴えした部分が、細菌に感染しやすくなるのも事実であって、細菌感染による単独様発作はあり得るとし、感染過程のある時点では何らかの細菌の関与があることを認めている。なお、この9代の2名も8条5時までの臨床的観察において、 カシの臓皮病は見られるが、陰謀水種、乳微尿については一例も見られなかったことを突起しており、さらに吸血したものを含め15匹のヤブカを冒険し、そのうちの3匹にフィラリアの幼虫らしきものを見出したと記している。この科の調査は短時間かつ簡易的に行われたため不完全ではある。ものの、八丈小島におけるフィラリア史上中電波化問題の最初の記録であり、 注目に値すると、高年期生中学者の佐々学は指摘している。なお、八丈島本島でも調査が行われ、大河合村、峰村、河立村、中野合村、末吉村の敬語家村に、増皮病患者は、総計21名おり、最も多かった河立村では、 症状のないものを含めた29名の村民のうち17名の血液中にミクルフィラリアを検出し、そのうち1名には陰脳水腫が認められたという。その後も連鎖球菌説を主張する兄弟派とフィラリア説を主張する九大派の論争が続いたが、最終的には兄弟側が歩行を収める形になった。九大による調査が行われた1912年は、 ステファン・ランベール・ブルーグが、マレーシー・ジョー・ムシを新種記載する15年も前のことで、あり、八丈島本島と八丈、小島のフィラリアが別種であることは誰も気づいていなかった。こうして、東京の遥か南に浮かぶ小さな島は、医学者の研究の場として選ばれ、臓皮病の成因について、論議の材料を提供することになった。しかし、 1912年の九州大学による実地調査の後、八丈小島を訪れ調査を行う研究者は長期間にわたって現れなかった。研究者が訪れることもなく無意村であった八丈小島では、その後も依然として、爆病の流行は途切れることなく続き、島の人々は病気に苦しめられ続けていた。明治から、 大正初期にかけて八条小島で行われた爆病の調査研究は、臓皮病の臨床診断や原因調査に主眼点を置いており、治療に直結していなかった。リンパ系フィラリア症は、命の危険に直接さらされるような病気でなかったことに加え、そもそもフィラリア症に対する有効な予防法や治療法は1950年頃まで存在しなかったのである。 九州大学の調査以降、八条小島が日本国内の研究者から再び注目を集めたのは太平洋戦争終戦後の1948年から始まった東京大学附属伝染病研究所のサザ学による現地調査であった。伝染病研究所、サザ学東京大学伝染病研究所、東京大学伝染病研究所のサザ学は、 同僚の加能を六郎を誘い、1948年7月、八条、小島の幕を調査するために八条小島を訪れた。佐々学は1916年に東京神田で生まれ、東京帝国大学医学部を1940年に卒業し電研へ入所する。直後の同年5月、海軍軍一家士官となり、駆逐艦、篠の目の陸組の軍医として、日本と、 中国大陸の間を何度も往復したり、総海母船、栄京丸乗組の軍医として、ソロモン諸島など、南洋の島々をめぐり、船内で乗員の中水炎手術を行うなどした。その後、日本軍が占領していたペナン島に滞在し、午前中は外科の診療に従事し、午後は島内の病院や保健所へ出向いて、熱帯医学トロピカルメディシンを学んだ。 日本軍が占領する前のペナン島は、イギリス東インド会社の極東進出に始まる、イギリスの植民地支配の拠点であったため、イギリスの医師、研究者たちによる熱帯医学の基礎研究が進んでいた。それを受け継ぐペナン島の現地医師たちは、熱帯医学への知見において、当時の日本の医師たちを大きく上回っていたという。 笹ササはそれまで教科書でしか知らなかった数々の熱帯病の症例を目の当たりにし、特にマラリア、フィラリアなどの蚊を媒介とする熱帯性感染症の研究に没頭していった。笹ササが熱帯医学を学んだペナントのジョージタウンそれらの研究を通じ笹ササはスピーシーズ・コントロール大宿除という考え方に初めて接した。 例えば、マラリアを媒介するのは蚊であるのだから、予防のためには、片端から蚊を駆除すればよいという大雑把なものではなく、マラリアを媒介する蚊の種を特定し、人間のマラリアを媒介する蚊だけを駆除すればよいという考え方である。この考え方はマラリアに対してだけでなく、フィラリア、黄熱病、デング熱、日本脳炎といった蚊を媒介とする熱帯性の 感染症の予防対策の基礎となる重要な考え方であった。笹は、マレー人の医師や研究者から、その区別方法を伝授されると同時に、当時は敵国であった、イギリスの医療知識や技術に簡単し、日本にはない熱帯医学に関する各種論文や医学書を読み漁り、その理念や技術を日本語に翻訳し、ペナン島でのマラリア対策を国名に記録したものと、もに、 東京築地にある海軍軍医学校へ逐次送付し続けた。佐々は海軍軍医学校から呼び戻され、マラリアの予防法を若い軍医に教えるかたわら、さらに研究を進め、マラリア媒介化の種類を判別するための図鑑、応答は共栄圏のアノフェレス科の判別図鑑を作成した。この図鑑は全軍に配布され、佐々は日本における、 熱帯病研究者としての地位を確立していく。その後、サザは海軍陸戦隊の軍医として、南シナ海に浮かぶ海南島で終戦を迎え、内地へ復員した。席のあった電検へ戻ったササは、GHQ の要請を受けて、日本農園の研究のために来日した医学者、アルバート・サビンの助手をすることになった。 東京都や岡山県で複数の蚊を採集しては、様々な角度で研究を行うサザを気に入ったサビンは、日本での研究成果をアメリカの医学雑誌で発表する際に、自らの名前だけでなくサザの名前を加えた。ササは福音後2年も経たずに、東京大学医学部の助教授になった。さらに、共同研究者も集まり始めた1948年、ロックフェラー財団が募集した。 公衆衛生学の戦後初となる日本人留学生2名の1人にさざは選ばれ、1年間のアメリカ留学が決まっていた。しかし、具体的な出発の日取りは2ヶ月以上も決まらないでいた。その頃の同年6月下旬、電検を訪れた東京都の職員から、八丈小島にはバクという風土病があり、何年も発熱が散発的に続いて足が太くなるという話を、 サは聞く。バクという病名も八条小島という透明も初めて聞く名前であったが足が太くなるという症状からサザは即座にフィラリアを疑った。早速様々な資料や文献を調べてみたがこの時はバクが何なのかわからなかったという。かぜん興味が湧いたサは日取りが決まらないアメリカ留学を控えていたものの急遽八条小島行きを決めた。サザによる八条 小島初回調査八丈島の八十根坑八条、小島の鳥内地区の船着き場八条、小島の幕を調査するため、佐々は同僚の加納を六郎を誘い1948年7月、東京竹芝三橋から5日に1便あった八丈島行きか客船の藤丸に乗船し、ほぼ1日をかけて八丈島に到着するが、八条小島への定期船は、1月に2便しかなく、 次回の出航は5日後だと分かり、八丈島の民宿に滞在することになった。八丈島の人々は、東京大学の学者が2人も来たことを不思議に思い、ささらに、来島目的を訪ねると、八丈小島の幕の調査のためだと分かり行転する。八丈島の人々は八丈小島を単に、小島と呼んでおり、幕は昔からある。 恐ろしい病気で高熱を出したり足が醜く太くなる。爆が怖いからみんな、小島へは近づかない。月に二度の連絡船で、役場の職員とか郵便局の人が行くだけだ。床節や天草を取るアマも、あの島の近くでは仕事もしないし上陸もしない。小島に生まれたものだけがかかる。遺伝病だなど、八丈島の島民は、爆の恐ろしさをさざに語った。 これらの爆に対する当時の人々の認識は医学的根拠のないものであり、爆、すなわちリンパ系フィラリア症は遺伝病でもなければ、人から人へ直接感染する病気でもない。しかし、昭和20年代前半の当時、フィラリアという病気の原因は一般的には認識されておらず、医療関係者の間でも8条、小島の爆は日本国内の他のフィラリア流行地と同様に、 バンクロフト種のフィラリアと考えられていた。また、専門家による調査は長期間途絶えており、サザは小島の幕について八丈島の人々からの話を聞き及ぶにつれ、何としても小島へ渡りその正体を確認しなければならないと強く感じ始めていた。5日後の朝、八丈小島への船は予定通り出港することになった。 八丈島の八十根港で乗り船待ちする佐々の元へ民宿のおかみが今届いたばかりだという電報を持って駆けつけた。電報にはアメリカ行き決まるすぐ戻れと書かれていた。今戻ったら八丈小島へ渡るチャンスは何時になるかわからず、佐々は迷った。八丈島から本土へ戻る定期船はこの日の午後に出港する。当時八丈島と本土を結ぶ。 定期船はいつかに1便であったが欠航になる可能性もあり、このまま八丈小島へ渡れば、本土へ戻れるのは少なくとも2週間後であった。可能は本土へ戻った方が良いのではとサザーに促したが、何よりも、幕への探求心が勝ったサ,サは電報を破り捨てて、海に捨て八丈小島行きの船に乗ったという。小島の幕患者。左足が臓皮病。1948年7月。 鳥内村にて撮影。船は2時間半で8畳、小島北西側にある鳥内村の船着き場に着いた。島の中原にある村の人々は接岸する船に気がつくと積まれた物資を受け取るため一斉に船着き場へ駆け降りてきた。島民らが積み荷を下ろす中、さざと、加納は大きな荷物を背負い島の岩場へ上陸すると、5人ほどの島の子供たちに囲まれ、 興味深そうに、苦しま目的を尋ねられ、幕を調べに来たことを伝えた。すると子供たちは驚き、自ら進んで二人の荷物を持つのを手伝い、鳥内村への道案内役を買って出て、すれ違う村人や畑仕事をする人たちに、このおじさんたちは幕を調べに来たと、大きな声で喧伝してくれたという。さざと、加納は子供たちから、幕のおじさんと名付けられた。持参した。 大きな荷物の中身は、顕微鏡や、試験管、試薬、生成水,水の入った瓶などが入っていた。高熱が出て最後は、足が太くなるというとの職員の話から、フィラリア症に検討をつけていた笹は、フィラリア症検査に必要な器具意識を用意して、来ていた。八丈小島には電話などの通信機器がなく、事前の協力要請ができなかったため、笹は、 鳥内村の村長への挨拶と幕調査の協力をお願いしようと村長の家の場所を訪ねたが、子供も大人も村長という言葉の意味を知らず、げんな顔をしたという。八条、小島の二課村は前年の1947年10月に施行された地方自治法によって、名主制度から村長制度へ変わったばかりで、島民たちにとって、 村長を意味する言葉は長年使用していた名主のままであった。夏休み前の平日にもかかわらず小学生くらいの子供たちが昼間から遊んでいた。不思議に思い聞いてみると一人しかいない小学生担当の先生がバクになってしまったので今日は休校だという。子供たちに案内され名主の家へ向かい鳥内村の集落へ入っていった。どの家も 強風を避けるための頑丈な石がと椿の木々に囲まれている。その家々の間を歩いていくと、ある家の中が外から見え、そこで笹ササは爆症状を起こしている患者を初めて目にした。蒸し暑い7月の日中にもかかわらず、布団に車り歯をガタガタさせて震えていたのである。これは、リンパ系フィラリア症の症状の一つ、熱発作であり8丈小時までは、 見つれると呼ばれる症状であった。名主の家に到着すると意外にも名主は40歳という若い男性であった。さざっと可能の苦しま目的を知ると、島の長老らが名主の家に集まり幕について語り始め、わしが幕の親分だと自称する高齢の男性は、研究のためならと自ら進んで写真を撮らせてくれたという。この老人の左足は右足の3倍ほど、 太くなっていた。家家族のボーフラ長老らの話を要約すると、まず、島の人間はほとんど全員が15歳くらいになるまでに熱発策を起こす。この熱は数日で下がるが、再び熱発策を起こし、何年間にわたって何度も繰り返す。やがて熱発策が出なくなると、今度は足が徐々に太くなる。太くなった足の皮膚が傷つくと、傷口が赤く腫れてうんで、 傷が治りにくくなる。治りにくいことを島民たちは経験的に知っているため、日常生活で傷がつかないよう常に注意しているという。続いて佐々は長老に爆の原因を尋ねると、水が悪いからだと答えた。集落の高台に爆地という小さな池があり、水道のないこの島ではこの池から水を汲んで利用していたという。それがつい最近各家庭に コンクリート製の水溜めが作られ、家の屋根などから灯を引いて利用し始め、これでバクがなくなるかもしれないと島民は期待した。だが、やはりバクはなくならないという。サザとカノウは、このような話を聞きながら、出されたお茶の湯飲みの中に煮えたボウフラが、数匹入っていることに気がついた。カノウは、サザの耳元で、これは、フィラリアでしょうねと囁き、 ササも黙って、うなずき爆の正体はフィラリアに間違いないと確信した。ミクロフィラリアの夜間定期出現性、パトリック・マンソンによるアモイにおけるフィラリア被験者知見。被験者は、かやの中のベッドに横たわっている。パトリック・マンソン・サザは、ナヌシア島の長老たちに、この病気は、フィラリアという病気によく似ているが、それを確かめるために、 血液検査が必要なので今晩協力してほしいと伝えた。人に罹患するリンパ系、フィラリアムシは血管やリンパ管の中に寄生する寄生虫である。したがって、血液中からフィラリアムシの陽性であるミクロフィラリアが確認できれば感染の有無は判別できる。ただ、この採血検査は夜間に行う必要があった。その理由は、 ミクロフィラリアの夜間定期出現性である。前述したように19世紀の後半、中国南部のアモイで研究を行っていたマンソンは、マラリアの感染経路を調べるため飼育していた蚊が、飼育カゴの中から逃げ出して、水に溺れているのを見つけ、その水を100倍ほどの顕微鏡で見ると、マラリアの現虫ではなくフィラリアの幼虫のミクロフィラリアが泳いでいた。マンソンはフィラリアに興味を持ち、 当時のアモイに多数いたフィラリア症患者の採血のため、中国人の助手を二人雇い、一人は昼間、もう一人は夜間に働かせた。しかし、患者の血液中からミクロフィラリアが確認されるのは決まって、夜勤の助手の採血によるもので、日中勤務の助手からは一切確認できなかった。マンソンは、 昼間の助手がサボっているものと思い込んで、新たに別の中国人助手を雇った。ところが結果は同じであり、マンソン自身も研究室に来るのが、夜の時にだけ、ミクロフィラリアが確認されていたことに気がつく。そこでマンソンは一人のフィラリア症患者を対象にして、3時間おきに採血して、血中のミクロフィラリアを数える調査を1ヶ月以上、続けグラフ化すると、 午後6時過ぎから血中にミクロフィラリアが現れ始め、午前1時頃にピークを迎え午前8時以降は血液中から確認されなくなることが分かった。さらに別のフィラリア症患者を昼間に寝かせ夜間に起きる、昼夜逆転生活にさせても結果は同じで、治験者の睡眠の時間帯に関係なく、ミクロフィラリアの出現は夜間に限られていた。1879年のことで、 マンソンはこの現象をミクロフィラリアの夜間定期出現性のクターナルピリアリシ式と名付けて発表し世界の医学者を驚かせた。その後も世界各地の研究者によって蚊が媒介する生活観やミクロフィラリアの形態や性質などの基礎的な研究は進んでいたが、ササが初めて八丈小島を訪れた1948年当時、 フィラリア症に対する有効な治療法や治療薬は未だに確立されていなかった。夜間採血取打小中学校。八条小島における電研の本拠として、防圧終了まで利用された取打小中学校の門の後向井村である八条、小島の人々にとって、大学の医療研究者が来島することは、旧大の持月と井上以来36年振りのことで、さざと、可能は、 島民から好意的に迎えられ、調査場所兼宿泊場所として、鳥内村役場が提供された。村役場は坂道を登った鳥内小中学校の庭の一角にある小さな小屋で、入り口に鳥内村役場の表札が掲げられてはいるが簡素なものであった。その夜、鳥内小中学校の校庭で、さざと可能の歓迎会が開かれた。 東京から二人の医者が幕を調べるためにわざわざ来たことを喜んだ島民たちは小舟を出して海に潜りとこぶし合うに生子様々な魚介を取ってきた。さらに島の名産のサツマイモを使った家庭料理で二人をもてなした。このサツマイモから作られた島酒と呼ばれる強い自家製芋常駐がさざと可能のコップに注がれ島の青年から変わる変わる献杯された。 これ以上飲めないと断っても、後ろからはがい締めにされコップを口に当てがわれ、飲み干すまで許さないという頑固さであったが、隣にいた名主は、こうした荒っぽさが八条小島で最高の艦隊だと教えてくれたという、縁が盛り上がってくると島の人々は民謡を訴え始めた。これは八丈島本島で歌われる民謡、八丈書目節の歌詞の一部を小島に変えたもので、 この夜は大人も子供も一緒になって歌われた。現地の人々とのこうした接し方は、風土病調査を円滑に行う上で重要なことであり、サザ自身も、自著、熱帯への教習の中で、現地の人々の文化を尊重し、付き合いを積み重ねていくことが絶対に必要な条件であると書いている。サザをはじめとするフィラリア撲滅に携わった研究者たちが、 兼ね備えていた、庶民性があったからこそ、日本国内のフィラリア症国服につながったのだろう、と作家の小林てるゆきは指摘している。陽気に歌いながら、島の男たちの酒の量はさらに増えていった。しかし、さざと、加納は夜間に行う採血作業を控えていたため酔う、わけにはいかなかった。鳥内地区跡採血は午後9時過ぎより、酔いつぶれかけている青年から始められた。 耳たぶに注射針を刺して少量の血液を取りスライドグラスに塗る作業を続けた青年たちは痛いぞと怒鳴るが酒によって充血している耳たぶからの採血はかえって都合が良かったという歓迎会参加者全員分の採血が終わると名主と数人の青年らの案内で鳥内村の家々を一軒ずつ訪ね女性や子供、老人を起こして採血を行った 当時の八丈小島では、自家発電は午後七時半までで、それを過ぎると、ほとんどの人は就寝していた。ササラは、急な斜面の岩だらけの狭い道をカンテラを照らしながら一軒ずつ、訪ねて、採血を続けたが、案内役の青年らは次々に酔いつぶれて、道端で寝てしまい、最後の一軒の採血が終わった午前一時の時点で、起きていたのは、サザとカノウとナ主の三人だけであった。 しかし、さざと、可能はまだ寝るわけにはいかなかった。急いで宿舎の役場へ戻り、スライドグラスに塗布した血液をギムザ染色しなければならない。5%のギムザを入れた生成水に1時間つけて、赤血球などを除去することで、ミクロフィラリアだけがスライドグラスに残る。こうすることによって、顕微鏡で見やすくなり、また防腐剤的な役目も果たし数年間は、 腐ることを防げる。詳しい観察は翌日以降でも行えるが、急いでギムザ染色して血液を乾燥させないと、7月下旬の高温多湿なこの時期では血液が腐ってしまう恐れがあった。さざと、可能は夜を徹して37名分の採血サンプルをギムザ染色し、100枚近いスライドグラスを役場の床に並べて乾燥させた。 夜が明ける前に作業は終わり、一息ついて校庭に出て見上げると、満天の星が夏の夜空いっぱいに広がっていたという。翌日、スライドグラスを一枚一枚顕微鏡で観察すると、採血した37名中の7名にミクルフィラリアが確認された。八条、小島の幕の正体はやはりフィラリアであった。ただしサザはこのミクルフィラリアを、 バンクロフト市ジョーム虫のものと思い込んでいた。この時点で知られていた日本国内のリンパ系フィラリアは、隣接する八丈島や伊豆諸島を含め、すべてバンクロフト市ジョーム虫によるものであり、今回の八丈小島の調査で見た、ミクロフィラリアが多種であるとは思いもよらなかった。しかしこの最初の訪問時に、 臓皮病の患者はいるが陰の水腫や乳微尿の患者が見られないことを不思議に思ったが、さざと過労もその理由についてはわからなかった。ささはアメリカ留学のこともあり、本土へすぐ戻ることにしたが、名主や長老から内地の先生は一度来るだけで二度とこの島へは来てくれないと言われる。長老たちは過去の兄弟や球団による一回限りの訪問を覚えていたのである。 それに対してサザは、この島から爆がなくなるまで、私が生きている限り何度でも来ますと応じた。その後、実際にサザは20回余りも八丈小島を継続的に訪れ研究や暴圧を行い続け、病気がなくなるまで何度でも来ますの言葉通り、爆病の最後を本当に見届けることになったのである。サザの渡米と化合物 DEC との出会いジョンズ。 ホップキンズ大学八条小島から帰った笹は軍用機に乗ってロックフェラー財団の留学生として1年間のアメリカ留学へ向かった。戦後初のロックフェラー財団留学生に笹が選ばれた理由は帝国海軍軍医時代の熱帯病に関する研究成果とペナン島で養われた英会話能力の高さによるものであった。 1948年当時の日本は連合国軍最高司令官総司令部の占領下で外交権を失っており、アメリカに駐在する日本の外交官も存在しない状況であった。サザのパスポート番号は80番であり、戦後の日本政府が日本国外へ渡航を認めた日本国籍者は、サザの前には79人しかいなかったということになる。 西海岸のサンフランシスコから入国し、留学受け入れ先のジョンズ・ホプキンズ大学のある東海岸のボルチモアまでは長距離バスを乗り継いで移動した。ジョンズ・ホプキンズ大学では公衆衛生学の修士コースを8ヶ月間学ぶことになった。共に学んだ同級生にはアメリカ海軍の軍医出身者もおり、彼らは日本人のサザーに興味を持ち、 朝晩の下宿と大学の間を車で送迎してくれたり、夜にはビールを飲みながら、日本のマラリア対策やツツガムシ病患者などの話を意見交換したりと、昔の敵意などすっかり忘れて打ち解けあったという。マラリアに関する知見の高さから佐沢わ4ヶ月を1クールとするマラリア講座の講師を務め、アメリカグミの卵に予防方法やカノシークと判別を教えることになった。 サザ自身もペナン島などで培ったマラリアに関する経験や知識には自信を持っており、日本帰国後は電検でマラリア研究を継続していきたいと考えていたが、ジョンズ・ホップキンズ大学での留学生活を続けている間にアメリカが莫大な予算を継ぎ込んでマラリアの研究を行っていることを知り、終戦直後の日本の実情ではとても立ち打ちできないと思い始めていた。 しかし、その一方で、フィラリアに対するアメリカの関心が著しく低いことも見えてきた。当時、蚊が媒介する感染症のうち、マラリア、フィラリア、デング熱、日本農園の順に重要とされており、このうち日本国内では、フィラリアと日本農園が大きな問題とされ、日本農園については、戦前から電検による研究調査が進んでいた。 当時32歳の佐沢、は、それならば自分が進むべき道は、フィラリアの研究しかないと決意する。講師や研究の合間を縫って、佐沢は膨大な書籍が所蔵されている大学図書館で、世界のフィラリアに関する文献を探し出し片端から読み漁っていった。特に、日本にはない中南米のフィラリア文献は貴重であった。また、ジョンズ・ホプキンズ大学には、バンクロフト、 マレーなどのリンパ系、フィラリア虫だけでなく、オンコセルカ、ロアシジョウムシなど、リンパ系以外の人に感染する、フィラリア虫、ミクロフィラリアの標本が所蔵されており、サザは何度も顕微鏡を除いて観察し、各、虫を判別できるようになっていった。ジエチルカルバマジンの構造式ある日、サザはアメリカの薬学史の中に DEC という化合物質を動物実験したところ、 フィラリアに有効だった。という記事を見つけ詳しく読んでみると、1947年、アメリカのヘウィットという医師のグループが、コットンナットというノネズミに寄生するフィラリアに対して、DEG を傾向投与すると、ミクルフィラリアが急激に減少したことが確認されたと書かれていた。DEG とは、クエン酸、ジエチルカルバマジン、ディエチルカバマゼイントレトの略で、初めて聞く。 薬品名であった。早速調べてみると、日本にはないらしく、仮に持ち帰れても、薬価基準が日本とアメリカでは異なるため、適用は基本的に許可されない。ジョンズ・ホップキンズ大学の関係者に聞いても DEC はなかったが、ミクルフィラリアが検出された患者に対して何も投与、できず、対象療法を施すしかなかった。 従来の現状を考えれば、動物実験であるにせよ、ミクロフィラリアを減少させる薬品が存在することは、朗報であった。笹はもしかしたら小島の爆を治せるかもしれないと、期待し、DEG の構造式や合成法などの研究を始めた。こうして、アメリカ留学の1年間は過ぎていき、1949年8月、笹は横浜港へ入港する客船で、 日本へ帰国した。シンク中薬スパトニンの開発日本へ帰国した笹は、すぐに電研へ戻り、同僚の可能に DEC のことを伝え、化合法について東京大学の薬学科に協力を依頼すると、驚くことに DEC はつい最近、薬学科教授の菅沢重彦らの手によって合成されたばかりで、来年度以降大阪の製薬会社田辺製薬を、 通じて実用化される方向で準備が行われていた。笹は自分が留学している間に日本でフィラリアの治療研究が進んだものと思い、急いで薬学科を訪ねると、菅沢はフィラリア違う違うと言って合成したばかりの白い粉末状の DEG を笹に見せた。菅沢の d g 合成の目的は海中の駆除であった。戦前に 海中駆除に使用していたサントニンというヨモギを原料とする駆虫剤をソ連から輸入していたが戦争終結に伴いソ連との国交が断絶したため一切輸入されなくなっていたのである。菅沢は各国の文献を調べ DEC に目をつけサントニンの代用品として田辺製薬と共同研究を行い合成に成功したという。笹は事情を打ち明け DEC を8条。 小島のフィラリア患者に使用したいと申し出るが、本来の目的である、海中駆除の臨床試験も行われていない段階であったため、菅沢は難色を示した。しかし、田辺製薬はこの新しい駆虫薬が、抜群の効果をも発揮すると自負しており、サントニンを超える効果を持つという意味の、スーパーサントニンの略、スパトニンという商品名まですでに名付けていた。 フィラリアに対するサザの熱意に、菅沢は DEG の合成を承諾し、同年12月、飲みや水うに錠剤にされた1錠あたり 0.1g のスパトニン洗浄をサザに錠とした。ちょうどその頃、人間への DEG の投与例がアメリカから報告された。その内容は2年前の1947年に、アメリカ人医師のスティーブンソンが南太平洋の島で、 バンクロフト市場中小患者に対して1日あたり体重 1kg につき 6mg 割合で DEC を10日間投与すると患者の血液中のミクロフィラリアが消えたというデータがこの年のアメリカでの学会で報告された。ただし、これは1名だけの成功例であり患者の病状が感染初期なのか末期なのかも不明であった。 笹ササは、なるべく早く八丈小島を採放して、スパトニンによる知見を行いたかったが、海の荒れる冬であったため、天候の安定する春を待って結構することにした。マレー種のフィラリア鳥内地区の船着き場上部の石畳船着き場から鳥内地区へ向かう道省は30年頃の鳥内地区の民家。雨水は屋根から複数のトイを伝って貯水槽に入る。 どの民家の庭先にも貯水タンクがあった。年が明けた1950年5月初旬、佐々は一昨年と同じく電検の可能と若手研究員の林茂生と佐藤浩二を伴い竹芝桟橋から八丈島を経由して八丈小島へ向かった。今回は DEC の効果を確かめるのが主目的で、またそれに加え防フラ対策として、 天敵となる金魚3匹を揺れる船の中、長時間苦労して、東京から持参した。鳥打ちの船着き場に着くと、さざと可能を覚えていた子供たちが、山から駆け降りて、幕のおじさんと出迎えてくれた。名主や長老たちも、電検一行を歓迎し、一昨年と同様に夜間の採決と、新たに DEC の投与を行いたい胸の申し出を承諾し、島民らへの段取りをつけるなど、 積極的に協力した。今回も研究所として、役場を借り、持参した3匹の金魚は手始めに、とある民家の天水を家に放した。その夜は新たに加わった林、佐藤の両名も島の青年たちから島酒による歯がい、締めの歓迎を受け、縁の終了後、電検のさざ、加納、林、佐藤の4人は2組に分かれて、鳥内村と、 宇津木村を巡回して八条小島全島民の採決を行った。翌朝、顕微鏡で調べると、宇津木村は20名中わずか1名からミクルフィラリアが確認されたのに対して、前回も採決調査した鳥内村では85名中の29名にミクルフィラリアが確認され、感染率は34.1%という効率であった。笹は、 アメリカ留学中に世界に8種あるフィラリアムジの標本をつぶさに観察し続けた結果、一目でどの種類なのかが判別できるようになっていた。今回2年ぶりに採血した8条、小島島島民の血液標本中のミクロフィラリアを顕微鏡で覗いたササはすぐに違和感を持ったという。これはマレー史ム虫だととっさにサザは思った。バンクルフト氏はひらがなの 死の字のように緩やかに湾曲している。それに対して、マレー種は細かく何箇所も湾曲している。今、目の前にあるミクロフィラリアは明らかにマレー種のものであった。しかし従来の寄生中学では、日本国内に存在するフィラリア賞はバンクロフト種のみとされ、これはサザの留学していたジョンズ・ホップキンズ大学の図書館に、あるフィラリア関連の蔵書でも同様であった。 日本に存在しないはずのマレーシュジョーム虫が八丈小島に存在するのだろうかと疑問を持ちつつ、昨夜採血した複数の血液標本を次々に検査したが、どれもこれもマレーシュばかりで、バンクロフト氏は全く見当たらなかった。八丈小島のバックの正体は、マレーシュのフィラリアだったのである。ササは前回の調査時に、 雑皮病の症例は確認したものの陰脳水種や乳微尿の患者が見られなかったことを不思議に思ったが、マレー市場虫であるならその理由もがてんがいく。バンクルフト市場虫は、雑皮病に加え陰脳水種や乳微尿を起こすが、マレー市場中では、雑皮病は起こしても、陰脳水種や乳微尿の症状は起こさないからである。明治期に調査を行った中浜東一郎や、 兄弟や兄弟の研究記録にも同様の臨床所見があったことは前述したが、これらの所見は、マレー種の特徴をとがっちしていた。八丈小島と地理的条件が近い青ヶ島や、すぐ隣の八丈島のフィラリアは、日本国内予想の流行地と同じ、バンクルフト市場虫であるのに、なぜ八丈小島だけ飛び地のように、マレー市場虫が存在し蔓延していたのかは、 地理医学上興味深いが、その理由については未だに謎である。発見者の佐々は、八条、小島の島民の祖先は遠く離れた東南アジアのマレー市上中流行地から漂流して八条小島へ住むようになったのかもしれないと推察し、寄生中学者の森下香織は八条、小島の島民の祖先が黒潮に乗って遠く南方へ失業した際に現地で感染し、 故郷の八条小島へ帰ったものから広がり、土着したとも考えられる。だが、生活感に中間宿主を必要とする、この種のものの土着が難しいことは、バンクロフト市場虫の場合でも経験されており、珍しいという他にない、と指摘している。マレー市場虫はそれまで、日本国内では発見されておらず、それ以降も八条、小島以外、 日本国内の他の場所では見つからなかった。笹は8条、小島のマレーシチョウムシが寄生虫ではなく他の動物であったなら特別天然記念物に指定されたであろうとこの発見に興奮したというスパトニン投薬テスト取り打ち地区の空中写真2013年5月9日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成。鳥打小中学校跡地マレー市場無視の歴史的な発見をした笹であったが、この発見により今回の主目的であるスパトニンを利用した駆除薬テストに小さな懸念が生じた。アメリカのスティーブンソンが南太平洋で行った DEG 投与性恒例はバンクロフト市場中小患者に対するものであって、マレー市場中小患者ではない。 はからずも今回マレー史上虫を発見したが、このままスパトニン投与を行って良いものか、果たしてマレー種にも効果があるのだろうかとさざは迷った。しかしバンクロフトもマレーも同じリンパ系、フィラリア虫であり、同様の効果が期待できるのではないかと意を決し、1950年5月12日の朝、前夜の採血検査で陽性であったミクロフィラリア補充者たちを、 鳥打小中学校に集め、バクの特効薬である胸の説明とともに、スパトニンが分配された。投与量はスティーブンソンに習い、1回あたりの投薬を 0.3g に相当するスパトニン3乗、投与期間を10日間とするスパトニンテストが開始された。これは、世界初となる DEC を使ったフィラリア症への集団投与であり、かつ、マレー史上中傷に試みられた世界で、 最初の事例であった。ところが投薬から5時間ほど経過した昼頃、ボーフラの調査を行っているサザのもとへ、ナヌシが血相を変えてやってきた。投薬を行った島民たちが熱を出したり吐いたり、頭が痛いと訴えているという。サザはそんなはずはないと思いつつも、恐れていた事態が起こったと思い、急ぎナヌシの案内で電検のメンバーを伴って、患者らの家に行くと、布団をかぶって、 夫婦言っているもの、洗面器を抱えておうとしているものなど、DEC を投与した全員が40度近い高熱と、戦慄を起こし寝込んでしまっていた。ある青年はこの熱が、見つれる熱発策だと思い、先生の薬は爆を治す薬ではなく、爆を起こす薬だとさざに食ってかかったという。DEC 投与による発熱は、副作用の一つであり。 ある理由によって高熱が出ることが後の研究で確認されるのだが、この段階では高熱の原因がわかるはずがなかった。笹は DEC がバンクルフット種にのみ有効だったのかと戸惑い、責任者の立場として10日間にわたる投薬テストを中止しようとした。しかし林は、笹先生、構わないからどんどんやっちゃいましょう。一回熱が出ただけで、 うまくいくかもしれませんよ、と投薬の継続をサザに主張し、佐藤も、あとはぴたりと止まって、うまくいくかもしれませんと、林の主張に賛同した。サザは、DEC の苦中効果について、自信を持っていたものの、目の前で起きた、発熱の原因がわからず、相談した結果、一部の希望する患者のみ10日間、継続することにした。投薬開始から3日後、 DEC を続けて飲んだ人は、見つれる発作熱と似た症状が続き、一方、薬を止めた人の発熱は止まっていた。5日間飲んで止めてしまった人や10日間飲み続けた人など様々であった。サザたちはこれら被験者全員の耳たぶから1回、あたりの採血量を 0.03cc と決めて、血中のミクルフィラリアを毎日数えた。 投薬初日のミクルフィラリアの数は多い人で30匹、少ない人で10匹であった。それが3日間投薬を続けた人は半分近くまで、ミクルフィラリアは減っており、その時点で中止した人は、一旦減った、ミクルフィラリアが2日後に再び増え始めた。しかし10日間飲み続けた人からは、完全に消えていて、それから5日後、10日後、15日後の検査でも、 ミクルフィラリアは検出されず、最初の発熱を除けば、その後の体調に大きな変化は見られなかった。当初、海中駆除の目的で合成されたスパトニンは、マレー史ムシ、ひいてはリンパ系、フィラリア虫に有効であると実証された。ササは投薬直後の発熱時、投薬を中止しなくてよかったと、後年述べており、もしあの時、 構わないから続けましょうといった林の言葉がなかったら、日本のフィラリア症駆除対策の歴史は変わっていたかもしれないと回想している。こうして、電検メンバーによる2回目の調査は八丈小島に約2ヶ月間滞在して行われ、世界で初めて DEC がマレー市ム虫に適応、有効であるという大きな成果を上げることとなった。 高熱の解明メディアを再生するマレー史ム虫のミクロフィラリアダンス動画 DEC の効果が分かった。ササは大阪の田辺製薬と連絡を取り合い、フィラリアに対する投薬の検討を行い、投与量の確立と高熱の原因究明、この二つが重要な課題であるとして意見集約が行われた。ササは加納、林、佐藤を再び伴い、 同年暮れの1950年12月からに、ヶ月間にわたり八条小島で、島民らと共に生活をしながらスパトニーの調査を行った。3度目の調査ではあるが、ささら電研メンバーに対する島民たちの艦隊ぶりは変わらなかった。電研メンバーは、疫学的な観点から、村の一軒一軒を巡回して、家族の爆病歴や現在の症状などを、つぶさに調査した。 これは特に、林茂生が、積極的に調査し島の方言までほぼ完璧に、覚えたという。獣医学出身の佐藤浩二は、島の父牛のお産の取り上げをしたり、牛の飼育方法やバターの作り方の指導を、無料奉仕するなど、電犬のメンバーたちは皆、空いた時間には子供を相手に遊んだり、小学校で話をしたりして、島民たちと交流を続けた。 フード病の調査にはその土地の人たちとの信頼関係の構築が先決であり、たとえ東京の大学から来たからといっていきなり血を取らせろ、爆を見せろなどと交渉しても受け付けられるものではない。あくまでも島の人たちの立場になって考え行動することが重要だということをサザオはじめ電研のメンバーは常に意識していた。三回目となる八条古島での調査は前回、 スパトニンを飲むのを止めてしまった人を対象に再度採血をして、ミクロフィラリアの数を確認し投与することから始められた。多くの島民の協力により、試験データが集められ、前回の調査と同様に1回3乗の割合で7日間以上から10日間、継続して投与すれば、ミクロフィラリアを消滅させ、ツれる様熱発作も出なくなって全開することがほぼ確かめられた。また、 熱が出た日から翌日にかけて、ミクロフィラリアが急激に減少し、しかも顕微鏡ですぐに確認すると、フィラリアダンスと呼ばれる通常は激しく動く、ミクロフィラリアの動作が極めて鈍くなっていた。ササはこれをミクロフィラリアの神経に作用しているのだと考え、発熱の原因はミクロフィラリアが死ぬ瞬間に発熱物質になるためではないかと予測した。8条。 小島の患者血液サンプルを2ヶ月後に原件に持って帰ったメンバーは研究を始めた。その結果、スパトニン投与によりフィラリアの成虫及び幼虫の酸素消費量が抑制されると分かった。次に人体のミクルフィラリアに対する抗体が作られ、フィラリアは死滅する。死滅したフィラリアは人体によって異物であるため抗原となって、 アレルギー反応を起こさせ発熱を生じさせる。数百万ものミクロフィラリアが同時に死滅するので体温を上昇させるほどの高熱が出るのは当然であった。別の見方をすれば高熱が出るということは体内のミクロフィラリアの死滅を意味しており、むしろ高熱が起こることは治療が遂行された証明だった。しかも高熱は数日で収まり他の副作用は 確認されなかった。田辺三菱製薬旧本社ビルなお、当初の開発目的であった、懐中駆除は、確かに駆虫効果はあるものの、大量のスパトニン投与が必要で吐き気などの副作用を示すことが判明したが、その後には、さらに簡単な化合物のピペラジンガン化活効果も、高く副作用もないことが明らかになり、スパトニンは、懐中駆除剤としては落第してしまった。 また、犬のフィラリアに対しては、獣医学者の久米清ヨがスパトニンを試みたが、一時的にミクルフィラリアが減少することはあっても、フィラリア成虫には全く効果がなく、それどころか、フィラリア犬に投与すると、しばしばショック死をするので犬のフィラリアに対するスパトニン、利用は禁忌という結論になった。しかし、人間のフィラリア症に対するスパトニン治療効果は明らかであり、佐 同時期に、鹿児島県下で、バンクロフト州に対するスパトニン投与研究を行っていた鹿児島大学の佐藤八郎と活発に意見交換を行うなど、リンパ系フィラリア症に対するスパトニン知見が進んでいった。これらの報告を受けた、田辺製薬は1951年4月から、フィラリア治療剤として、スパトニンの販売開始を決定した。だが、 これまでの試験製造と異なり大量製造を始めたことによって合成途中で生じるイペリット状のガスの発生が問題となり、田辺製薬内部でも製造を取りやめるべきか検討が行われた。結論としては、田辺製薬の研究者たちは実験室内の通気性の改善や合成方法の見直しなどを行い、フィラリア撲滅という大きな夢を追いかけることにし、 苦労の末スパトニン製造を軌道に乗せた。これまで治療法がないとされてきたフィラリア症がスパトニンによって治療可能な段階に入った。媒介化の特定や部下八条小島におけるささら電検メンバーの次の課題は感染源対策であった。リンパ系フィラリアの電波動物は、マレン種、バンクルフト種を問わず下であることは当時でも、すでに常識であり、 フィラリアの感染駆除対策は、蚊やウフラの駆除ということになる。だがその前に、流行地である八丈小島に生息する蚊を調査する必要があった。つまり、八丈小島のマレー史ム虫を媒介する蚊の特定である。マレー史ム虫を媒介する蚊は、南アジアや中国南部などでは主に、沼家族や浜田ら家族の蚊である。これらの蚊は、 沼地や水田などの小宅地周辺に生息しており、患者もその周辺に多く発生している。しかし、八丈小島は、急峻な地形の火山島でありそのような小宅地は、全く存在しない。本来であれば、マレー市場中小が流行するとは考えにくい。環境である。電検のメンバーは、島中をめぐって、防フラとかの調査を行った。天水コンクリートタンク。 鳥打ち地区すべての民家に設置されていた鳥打ち地区に残る天水コンクリートタンクボーフラの発生源の一つは各家庭にある天水を蓄える天水桶や天水タンクであった。屋根に降った雨水が問いを伝って桶やタンクに集められるようになっているが、そこには落葉が堆積してボーフラも大量に発生している。この島では何よりも水が貴重品であり、雨水を貯めるために、 あらゆる容器が軒下に置かれ、それらが全て防フラの発生源になっていた。もう一つ、この島特有のボウフラ発生源として、鳥内村の海沿いに広がる溶岩の岩場があった。凹凸の多い、この岩場には、雨水や海水が溜まった、無数の水たまりがあり、これを調べると、ことごとく防フラが湧いていた。これで8条。 小島のマレー市場ムシの発生源となる防フラの枠、温床は雨水をためる添水タンク類、海岸沿いのロックプール、この二つであると確認された。鳥内地区海岸沿いのロックプールのある溶岩地帯次に、島内の蚊を屋内から牛小屋までくまなく採集し、八条小島には6種類の蚊が生息していることがわかり、特に赤いエカ・キューレックスピーピオンズパランズ。 一筋島カエデスアルバピカタス、統合やブカエデストゴイの3種が多かった。集められた各種の化合計78匹を解剖して、調べると統合やブカの中から3匹のミクロフィラリアが見つかった。ミクロフィラリアが見つかったことにより、媒介化は統合やブカでほぼ間違いないが、サザはさらにもう一つの方法で媒介化を特定する方法を試みた。それは、 ミクロフィラリアを有する島民に被験者になってもらい、実際に蚊を使った吸血によって媒介化の種類を特定する方法で、ササラの熱意に賛同した島の年配女性が協力する運びになった。電犬メンバーが島内で集めた無数のボウフラから成虫になった大量の蚊がブンブン飛ぶ、カゴの中に足を差し入れて血を吸わせる方法である。 一度に何十匹もの蚊に刺されるが、この年配女性は気前よく引き受けてくれたという。こうして血を吸わせてから2週間ほど置いて、年配女性の血を吸った複数種の蚊を解剖した。その結果、やはり統合や部下の体内で、マレー史ムシのミクロフィラリアがよく育っていることがわかった。1951年の時点では、 従来から知られていた東南アジア各地のマレーシ上中流行地の媒介化に統合や部下は含まれておらず、8条小島のマレーシ上中媒介化が統合や部下であったことは世界初の発見であった。長崎大学による症状の再建8条小島における伝研のマレーシ上中調査研究が知られ始めると、フィラリア症を研究する他の研究機関も8条小島を 訪れその症状の再建を行った。長崎大学の北村誠一と片峰大輔は九州各地におけるバンクロフト市場中症の臨床に関する豊富な経験をもとにして八条小島のマレー市場中症との比較研究を行うため、1952年9月に八条小島を訪れ調査を行った。その結果の概略をまとめると次の通りである。 八丈小島における症状の概略は、バクと呼ばれる、初期症状と、ミツレルの名で呼ばれる単独様及びこれに続発する、死死の増皮病である。初期症状のバクの後、外傷などの誘因によって、突然当該死死に、洗浄もしくは、体状のリンパ管発疹、さらに広範囲の単独様皮膚変化を起こし、保管、旋律、発熱などの全身症状を伴った。 熱発策が襲来するようになる。島民はこの症状を、ツれると呼称し、爆暑期症状と区別している。ミツれる単独様発作を繰り返しているうちに前時、臓皮病に移行することは、バンクロフト市場中症の場合とほとんど同じである。奇質的病変としては、死死の臓皮病のみで、タブの臓皮病、陰の水腫、種、乳微尿など一例も発見できなかった。 これにより改めて8条、小島のマレー史上中傷の症状が明確に把握された。長崎大学の調査では観察した27名すべて爆初発症状を経験しており、そのうち11名が見つれる単独様発作を起こしている。残りの16名は爆様発作のみでその後の後遺症はない。また、増費病の十名はいずれも蜜れる単独様発作の既往歴があり。 臓器病に発展には、ツれる単独様発作が欠くことのできない症状と考えられた。なお、爆初発の誘因として、労働や疲労に関係することが多いのに対し、ツれる単独様発作では、外傷が大きな誘因であることが再確認され、最初の爆発作は、季節的に見て、夏から秋にかけて発症する例が圧倒的に多いことも確認された。 点滴による捕食と DDT のサンプトリウチ地区から見下ろした溶岩地帯8条、小島のバクと呼ばれた奇病の正体は、統合や部下がマレーシ史ムシを媒介するリンパ系フィラリア症であると判明した。しかも、スパトニンという新たな苦虫薬で治療可能な段階に入った。フィラリア虫が顔を媒介者とするライフサイクルを持っている以上、 顔及びウフラを全滅させることが一番確実な方法である。とはいえ、小さな離島であっても、蚊やウフラを全滅させるのは現実的に難しい。しかし、一時的に蚊を減らすことができればその期間中の新たな感染は防げるはずで、スパトニンの服用とかの駆除対策を同時進行で、数年間根気強く継続すれば、いずれ近い将来、病気をなくすことができるかもしれない。 ササラ電研のメンバーは島民らのスパトニン服用と並行して大掛かりな媒介化の駆除作戦を計画実行した。鳥内地区の船着き場1956年8月5日から15日にかけ、ササラ電研関係者は9回目となる8条、小島上陸調査に出向いた。今回は通常の臨床検査に加え媒介化の駆除という大きな目的があった。この計画は 大掛かりな準備のもと、天敵による捕食 DDT の散布を大きく分けてこの二つの方法で実行された。天敵の利用は防フラ対策として有効な方法であり、笹が二回目に依頼等した1950年5月、すでに鳥内村のとある家の点水を計三匹の金魚を放していた。しかし、 金魚などの淡水魚を東京からはるか離れた絶海の孤島へ生きたまま運ぶのは非常に困難で2回目に放たれた3匹の金魚以来点滴の利用は行われていなかった。今回、電検のメンバーは意を決して金魚50匹、メダカに100匹を大きなバケツに入れ東京の竹芝三橋から八丈島駅の定期船に詰め込んだが、 八丈島から八丈小島へ金魚とメダカを運ぶのは大変で、八十根港から八丈、小島の船着き場まで小舟で渡る2時間は荒波の中を水がこぼれないよう3人がかりでバケツを押さえ続けたという。鳥打ちの船着き場からは島の青年たちが集落まで重いバケツを担いで登った。鳥打ち地区海岸沿いのロックプールのある溶岩地帯。 久しぶりのサザのライトを8条、小島の島民たちは大歓迎で迎え、恒例の歓迎会に続いて、早速一行はその夜、採血検査を行ったが、感染率は以前の調査時とあまり変化がなかった。これには、ある理由があった。前述したように、スパトニンを10日以上連続して服用すれば、体内のミクロフィラリアは死滅する。したがって、 補充者の全員が一様に投下、以上連用すれば、当該地域でのマレー市場中傷の根絶が期待できるが、実際には難しい問題があった。例えば、服用後の見つれる様熱発作の誘発に一部の島民が恐れを抱いていること、また、全く無症状の補充者が薬を飲むことに対して抵抗感を持つなど、その普及には心理的な障害があったのである。 だからこそ、住民のスパトニン服用だけではなく、それと連動して、蚊やウフラの駆除による感染源対策が必要であった。鳥打地区に残る天水コンクリートタンク括弧のコンクリートタンクや天水桶を確認すると、相変わらず、ものすごい数のウフラが湧いていたが、6年前に笹が3匹の金魚を放した桶には、ウフラは湧いておらず、 当時2センチ足らずであった金魚が15センチほどに成長していた。コンクリートタンクの大型のものは幅8メートル、深さ3メートルに及ぶものもあり、鳥内村全湖ではこのようなタンクが31個作られていた。笹は一つのタンクに金魚2匹、メダカ5匹の割合で放した。メダカを見たことのない島の子供たちの歓声の中、ボウフラは次々に食べられていった。 鳥内地区のロックプールへ DDT の空中散布を行うヘリコプター8月9日撮影鳥内地区の民家後ろ向きに映る白い服の男性は電研の林茂生。1955年頃もう一つの苦虫対策である DDT の散布は大掛かりなものであった DDT とはダイクローロジフェニールトリクロ,ロエタンの略で有機塩素系の殺虫剤であるが 人体への有害性が問題となり1971年以降、日本国内では製造及び使用が禁止されている。しかし、八丈小島で散布が行われた1951年頃には、それらの有害性が広く認知されておらず、DDT は主に農業用の殺虫剤として使用されていた。八丈小島で使用された DDT の粉末総量1トンは、 金魚やメダカと同じ定期船で八丈島経由で八丈小島まで運ばれた。前述したように八丈小島での防フラ発生源はコンクリートタンクなどの天水桶と海岸の溶岩地帯に無数に存在するロックプールであった。このうち集落内の DDT 散布は人の手で十分可能であるが推定8万平方メートルほどの溶岩地帯は 大小様々な凸凹のある険しい地形であるため、人の手による散布は困難であった。ちょうどその1ヶ月ほど前、佐沢・バンクロフト市場虫を調査するため、鹿児島県の奄美大島に滞在していた。折しも、取材に来ていた NHK の村の科学班長と名瀬市の食堂で、昼食を食べながら八丈、小島の話題になった際、一つ応援しましょうと村のから。 申し出があり、NHK のヘリコプターを利用した DDT の空中散布が行われることになった。ロックプールへの空中散布に使用された薬剤は 10%DDT 粉剤で、DDT 協会の圧戦により、日本ソーダ、味の素、クレハ科学、大阪火星、旭ガラスの各社より提供された。使用した機材は、 日本ヘリコプター所属のベル47で、東京から伊豆大島、三宅島を経由し、八丈島飛行場を基地として、DDT 粉剤を搭載し八丈、8小島のロックプールへ向かった。DDT 搭載量は1回あたり 90kg ずつ2回、行われ、計 180kg の DDT 粉剤が散布された。 空中散布が行われたのは1956年8月9日の午前9時から10時の間で、風速は4メートルから6メートル、気温摂取28度、天候は快晴であった。ヘリコプターの翼圧によって粉剤はよく地表に叩きつけられ、岩場全体にほぼ均一に散布された。統合や部下の防腐らは1時間後にはすでに中毒の症状を起こし、7時間後、 24時間ごと観察を続けた結果、ロックプール一帯のボウフラはほぼ全滅したことが確認された。続いて、人の手による鳥内村集落内への DDT 散布が行われたが、こちらは主に成虫であるかに対して行われた。もちろん生活用水となっている点水に DDT がかからないよう、点水桶けやタンクなどにはしっかりと蓋がされた。ササラがいたのは、 ddt の残留噴霧という散布方法であった。この方法がマラリアの予防に顕著な成果をもたらしたこと三照は、寄生中学者や公衆衛生学者の間で知られ、始めており、フィラリア駆除対策においても同様の成果が期待され、佐々は八条小島において、これを実行したいと考え、鳥内村の人家三十軒余りと、役場や小中学校など一軒残らず屋内 残留噴霧法による DDT 散布を行い、村中の家の内壁や天井などが真っ白になった。これまで八条小島では、殺虫剤の類は全く使用されたことがなかったため、殺虫効果は適面で、DDT 散布の当日からかも早も見られなくなったが、これは一度だけの散布であり、殺虫効果は一時的なものであった。後に島民が語ったところによれば10月末頃までは、 蚊もハエもいない状態が続いたが、それ以降徐々に出現し始めたという。同年12月に林が再調査に訪れた際には、集落内の蚊だけでなく、海岸のロックプールにも、再びボフラが湧き始めていた。予想されてはいたが、DDT 散布の効果は一時的なものであることが、確認された。 1948年から数年間にわたり八丈小島でのフィールドワークと研究を実施したサザを中心とする電研の関係者はこれまでの基礎研究によって得られたデータや経験に基づいて八丈小島におけるマレー市場中小及び媒介化の地域的駆除の試みと題する論文を1957年に発表したその中で フィラリア症の地域的駆除についての見解と今後の対策について次のように述べている。市場中症の流行を阻止するには、補中者の駆除または媒介化成虫、または幼虫の駆除、このいずれか一つでも完全に行えば、理論上その感染経路が遮断されて目的を達成できるはずである。しかし現実には、熱発策を恐れて、 スパトニンの服用に抵抗感を持つ患者が一定数いるように、いずれも完全を期するなど不可能であると考えられる。そこで実行可能な範囲で考えられる合理的な方法を複数併用して実行した。八丈小島において実際に言った具体的な試みは以下の内容である。これらの結果、いずれも予想したような成果を挙げた反面、 同年12月の再調査では、スパトニン服用の不徹底から依然として、補充者がいること、DDT 散布からおよそ2ヶ月後より、殺虫効果が薄れ始め、蚊や蚊などの活動が再開されたことが確認され、市場虫の根絶のためには、これらの総合的な対策を年に数回の割合で、繰り返し定期的に実施する必要があると考えられる。このようにまとめており、 ここで提唱されたスパトニンの服用による苦中と媒介化の駆除の二つを総合的に繰り返し実施するという方法がモデルとなり、その後、日本各地のフィラリア小流高地で実施されていくことになった。笹は何度も八条小島へ通い研究を重ね、その病態の解明とスパトニンによる治療、そして感染源の駆除方法を見出したが、点検が東京大学の機関であるとはいえ、 一研究者が毎年訪問して治療を行うことには限界があった。かねてよりさざは行政へ全権を委ねようと、これまでに得たデータを携え何度も都庁を訪れていた。離島とはいえ八条小島は東京都の一部であり、行政主導による対策の必要性を訴えたが、毎回予算がないの一点張りで話が先に進まなかった。さはある時、東京都は八条。 小島のマレー史上虫を天然記念物にするつもりなのかと予防部長に詰め寄ったという。ササラ電研の関係者は八条小島での研究と並行して1953年12月の奄美返変換以降奄美大島でのバンクロフト史上虫の調査を行っており、同様に鹿児島県下でフィラリア研究を行っていた鹿児島大学の佐藤八郎。 お辻義人らと1957年より話し合いを行い、翌1958年4月より、天見大島の4つの各地区で100名ほどの住民を対象にしたスパトニン投薬による本格的なフィラリア駆除が開始された。これは文部省の科学研究費の補助を仰ぎ実行されたものであった。その後も各研究機関や医療関係者らは、 予算的な問題を抱えながらも努力を重ね、愛媛県佐岬半島や、長崎県五島列島での集団検診や、DDT 噴霧など、フィラリア症暴圧に向けた対策が、日本の各地で行われていった。そのような中、フィラリア症対策の国家事業化に向けた要請を、電検の佐々、長崎大学の北村、鹿児島大学の佐藤らは、厚生省に何度も申し出ていた。 防圧活動の成果が日本各地から届く中の1961年8月、太平洋学術会議がハワイのホノルルで開かれ、日本からはサザオはじめ厚生省、各大学、沖縄からは琉球衛生研究所の担当者が参加した。議題に挙げられたフィラリア対策の各国の現況などが報告され、日本でのスパトニンの投与法と DDT、 残留噴霧法のデータとその効果が示されると、座長のカリフォルニア大学の j k ッセルはこれを絶賛し、早速ケッセルはそれを英文の原稿にまとめ、ハワイ滞在中に、ささらに内容のチェックを依頼した。このように、日本のフィラリア対策の実績が国際的に評価され始めた1962年、フィラリア対策は厚生承認下の国庫補助事業となり、 日本全国のフィラリア省流行地を対象に大規模な対策が始まった。会場より見た鳥内地区八条小島では、1956年にヘリコプターなどを使って行われた大規模な駆除作業の後にも、電検の関係者による研究は継続されていた。1961年に新人教員として鳥内小中学校へ赴任した。 自動文学作家の漆原里資料は著書、黒潮の瞳と共にの中で、八条小島不妊中の1962年11月に行われた集団採血検査の様子を語っている。この時の八条小島で採血検査を行ったのは、佐々の文科生の一人である神田東造を中心とする連携の一行であり、鳥内小中学校を検査場に夜8時過ぎから、 島民の採決が行われ、うるしらは当時結婚したばかりの妻と共に検査を受けた。教員であったうるしらは、会場となった学校の発電機の当番であったため、検査終了後もその場に残り、義務座染色などを行う、電検関係者の検査を見守っていると、神田から顕微鏡を覗くよう促され、血液の中に小さな虫が何十匹ものった打ち回っているのを見て行転する。 検査で採血される血液はわずか0.03立方センチメートルであるが、その中に170匹もバクムシがいるという。人間の血液を約5リットルとして約17万倍をかけると2800万匹ものバクムシが体内にいる計算になる。翌朝、ウルシバラは神田から補注射名簿を見せられ再び行転する。 今回の採血検査で見つかった15名の補駐者の中に、うるしばらの妻が含まれていたからである。うるしばらの妻は半年ほど前に八丈小島へ来たばかり、それなのに、爆虫に体内が侵されていたのに対し、島で1年半以上暮らしている、うるしばら本人は陰性であった。補駐者名簿の横には0.03立方センチメートルの採血中の爆虫の数が記されており、 最低が2匹、最高が180匹、漆原の妻は7匹であったという。幸い1962年は、厚生省によるフィラリア対策がスタートした年で、スパトニンによる苦中薬を使った治療方法はほぼ確立されており、その日のうちに、漆原しばらの元へ神田から直接、スパトニンが届けられ、服用方法の説明を受けてことなきを得たという。 かつて富士の病であったフィラリア症も、自覚症状が現れる前の段階で、感染の有無が分かり、スパトニンの服用によって感知する時代になっていたので、ある。鳥内船月場前景1963年8月、寄生中学者の森下香織は、東京寄生虫予防協会による、市場中小予防作業の一環として、同協会の稲見一世らと共に八条島及び八条小島を、 訪れた。この訪問は、八丈島でのバンクロフト市場中傷の調査が主な目的であったが、以前より八丈小島のマレー市場中傷に興味を持っていた森下は、ぜひこの機会に八丈小島へ渡ろうと計画していた。しかし八丈小島への渡船は昔と変わらず波や風が大きな障害となっており、八丈島の滞在中に出港ができるのか気を揉んでいたが、 8月11日の朝には、風は、C が渡れそうとの連絡が入り、急いで八重根校へ向かって、稲沢や東京途中駅貨職員らと漁船へ乗り込み、八丈小島へ向かった。鳥内小中学校のあと1時間ほどで鳥内の船着き輪に到着し、集落への道を登り始めると、ちょうどこの期間に調査に来ていた電犬の林、シュゲルセイが駆け降りてきて、 森下らを出迎え、研究室となっている鳥内小中学校へ案内された。今期は林をリーダーとして、電検の山本久し、水谷清のほか、夏季休暇中の慶応医学部の学生3名を加えた、計6名で2週間にわたって調査を行っていた。森下が訪れた1963年は、日本各地で急速にフィラリア対策が進んでいた時期であり、 八条小島でもこれまでと同様にスパトニンの服用や媒介化の駆除が継続されていた。林によれば1963年の時点の取り打ちの住民70名の検査で未だ14名にミクルフィラリアが見つかり予防作業が思うように進まない現状を語った。その一方で見方を変えれば研究材料にはまだことかかないということで、 森下が訪れた時には、媒介家である東方や部下を採集し、それらを解剖して感染したかの発育状態を調べる仕事を行っていた。この時、電検メンバーによる八条小島での研究を見学した森下は後年、次のように述べている。ところでこの人たちの目的は何かというと、結局は、市場中予防対策事業の一環としてこの島のドーム虫をなくすことにあるのだが、 南風日本では他の地域にはないマレー史上ム視であるのでなくしてしまうのは惜しいという思いはあるもののそうも行かないのでそれまでにせいぜい研究すべきことはやっておこうということだった。森下薫、ある医学史の周辺より引用これらの研究と並行して電検メンバーは補充者に対するスパトニン服用を説得することも大きな仕事でもあった。 発散熱の副作用を嫌う一部の人たちへの説得は、依然として骨の折れることであったが、その後急速に補注者は減少し続け、1965年には8条、小島全体のミクルフィラリア補注者の割合が0%台まで下がり、そして1968年の検査では、補注者はゼロ、島民の誰からもミクルフィラリアが検出されなくなった。 島民や電券メンバーらの長い努力が報われ、八条、小島の幕と呼ばれた奇病は姿を消したのである。これで八条、小島の人々は何世代も続いた幕の苦悩から、初めて解放され、島での明るい生活、島での新しい未来が始まるはずだった。集団離島直前の1969年3月25日撮影の鳥内地区周辺の空中写真。 建物や畑などが確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。八条、小島のマレー市場中対策が進んだ1960年代の、日本は高度成長期のただ中にあり、日本人の暮らしが大きく変革を遂げていく中で、小島の子供たちは中学校を卒業すると、八条島の高校に進学したり、 東京の会社へ就職したまま島へは戻らなくなる若者が増加し始めていた古くから自給自足に近い暮らしの小島にはこれといった産業は皆無に等しかったのである島の将来に不安を持ち始めた島民たちの間で全員移住という話が具体的に持ち上がり始め鳥内地区、宇津木地区の代表は島民たちの声を取りまとめ1966年3月 八条町議会に全員離島請願書を提出した。島民たちの請願内容を要約すると、電気、水道、医療の施設がない。生活水準格差の増大。人口過疎の傾向が人大である。指定の教育の愛路。このようなものであった。八条市長者、同年6月、八条町議会は八条、小島島,島民の請願を採択した。同町長 池田洋太は早速上京し、東京都に対して、小島住民の意思を伝え、移住費の協力を求めた。太平洋戦後、日本政府は、日本各地に多数ある離島の生活支援のため、離島振興法を1953年に制定した、ものの人口の少ない八条小島その恩恵に預かることもなくここまで来てしまっていた。9月には八条町による東京都への 八条、小島住人の全員離島の実施に伴う八条町に対する援助の陳情が行われ、翌1968年東京都は全員離島対策措置費を都の年度予算に計上し島民との交渉が開始された。先行きの見えない将来に不安を持つ島民らと行政側による交渉や議論が重ねられ、同年十月十六日、東京都八条市長において、 鳥内地区、宇津木地区各1名の代表を含む8条小島民、代表13名は全員離島、移転条件を飲みご一書に署名した。東京都が示した条件は3.3、平方メートルあたり93円で、島民の所有地を買い上げる。買い上げ金が50万円に満たない場合は、生活つなぎ資金を支給し、総額で50万円を下回らないようにする。 一人十万円の生活資金と一世帯あたり五十万円の制御資金を融資する。都知事から一人五千円、一個三万円の見舞金を支給する。また、八条町からは都の制御資金の利息の三分の二を町が片側に負担する。第二首都営住宅に優先入居させる。というものであった。八条小島から八条島へ戻る戦場より眺めた八条。 小島こうして八条小島からの全員離島が正式に決定された。これは日本全国初事例となる全員離島であった。1969年3月31日、24世帯91人は先祖の遺骨を抱いて島を離れ八条小島は無人島になった。同島でのフィラリア対策は無人島となったことで事実上の終了を迎えた。 寄生中学者の藤田光一郎は、1969年の、島民の離島により、事実上のフィラリア対策を打ち切っていると述べ、八条小島までの調査を長年にわたり引いてきた。佐々学は、次長の中で、全員移住により、無人島となるとともに、その流行地は消滅したことになる。とだけ述べ、全員離島そのものについては語っていない。八条。 小島のマレーシ上中対策は成功したが、インフラ未発達のため、島民は島を出て行ってしまった。皮肉なことにこの島から、マレーシ上虫がいなくなったのと、ほぼ同時に、人間も、この島からいなくなってしまったのである。八条小島忘れ地の人八条小島八条小島が、無人島になった後、日本の各地では、フィラリア症の暴圧が進み、1976年の、 愛媛県三崎町での根絶宣言を皮切りに、鹿児島県、長崎県、熊本県と続き、1988年11月25日に、沖縄県宮古島平良市中央公民館で開催された第20回沖縄県公衆衛生大会において、沖縄県内のフィラリアの根絶が宣言されたことにより、日本は世界で初めてリンパ系フィラリア症を根絶した国に、 なった。根絶宣言が行われた各地では、その業績が称えられ、記念碑が混流されたが、そこでの治療法や媒介拡除の道筋が確立されたのは、様々なブラ研究者の努力も、さることながら、数年間にわたり、採血検査、スパトニン知見、媒介化特定のために、その身を呈して、協力を惜しまなかった八条。 小島の人々の存在がなくてはなし得ないものであった。無人島となった八条小島は、磯釣りやトレッキングなどに訪れる人が時折いるだけで、その後も無人島のままであるが、全員離島から45年後の2014年11月2日、八条小島忘れジの日が混流された。この記念碑は八条小島旧島民やゆかりのある有志によって、 八丈小島を正面に見渡せる八丈島南岸の南原、千丈敷の一角に設置された。碑文には離島の際、当時の鳥内村村長、鈴木文吉が鳥内小中学校校舎の内壁に、ペンキで書き記した詩文が刻まれ、無人島となった故郷の島や島民を忍ぶ場所となった。八丈小島でのフィラリア小根絶は、愛媛、鹿児島。 沖縄各地のように根絶記念碑が建てられることはなく、根絶宣言が行われることもなかった。しかし八丈小島で培われた DEC 服用による苦中と媒介化の駆除の併用によるフィラリア防圧モデルは根絶した日本国内にとどまらず、世界各地のフィラリア流行地での防圧活動に活かされている。以下の文献、論文、資料などを主に用いた。 さらに補足として以下の文献、資料を参照。ありがとうございます。